皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマは一見綺麗に見える謙遜はビジネス定名への落とし穴というテーマでお話をしてみたいと思います、えー、謙遜って言葉はまあ、日本人の美徳と呼ばれるようなまあ、綺麗なうーん感情でもあるんですけれどもね まあ謙遜っていうのが、まあ、辞書で引くとですね減り砕ること控えめなつつましい態度で振る舞うことっていうことになるのでもちろんこれはあの非常に必要な心だしつつ、えー、ましいね態度で振る舞うっていうのも必要なんですけれどもこれがですね個人事業のビジネスにおいて この感覚から発生する感情を、うん、口に出して言いすぎるとビジネスって結構うまくいかなくなっちゃうんですよ。はい。で、あのー、私がクライアントさんと1対1でセッションする時によくあの使ってらっしゃる言葉とかを直すっていうのがその未来に向かって 成功を阻む言葉を無意識に使ってるなあという時にはそれ結構ねあのお伝えすることがありますで先日もあのそういった方がいらっしゃったのでお話をしたのでこれは皆さんにも通じるなあと思いまして、えー、動画を撮ってみることにしました、えー、謙遜っていう言葉をご本人がどのように考えていてでそれがビジネス上を まあどうして低迷してしまうのかっていう、まあ、このメカニズムをですね解いていきたいと思いますはいではえっ、ー、と実際にあったねことをちょっとお伝えしていきたいんですけどあるクライアントさんがまあ、新規事業のビジネスを始めることになってでまああの結構ねよく頑張る人だったんで、まあ、次々に私もこういった やったらいいんじゃないか、こうやったらいいんじゃないかっていうまあお話をさせていただいていたんですよね。で、その時にあのー、その方がですね、えー、まあお客様とね、まあ話をして相手の方がその方の価値をすごく認めてくくださってですね、本人がまあ自分に値段をつけられないわけですよ。新しく事業を始めたばっかりだったので。 でかなり安めの金額を言ったら、まあ、やってくれたことに対して相手の方、まあ、お客様がですねめちゃくちゃ喜んでくださっていやそんなあの値段では申し訳ないからって多分本人が言った値段の4倍ぐらいかな出だしが安すぎたんですけど <laughs> の値段で提示をされたっていうエピソードをね教えてもらったんですよ。でそのの時に、えー、とどんなここととををやっってて差し上げたのかっていうことを まあ伺ったら、まあ、時間も含めてですけどね4時間ぐらいそこにいてっていうことであのやったお話を聞いたんですよ内容的にはいや普通にその値段もらってもいいでしょうっていう値段だったんですよだから相手の方は私と同じ感覚だったので逆に言われた金額よりそれじゃ申し訳ないからお支払いしますよって言われて多分私もそうすると思います低すぎた時にはね あのその方の価値っていうものが一般的にどういうものなのかっていうのとサービスと比較してもものすごくいいサービスだったんですよだけれどもここでポイントになるのはご本人がその価値を自覚していないで自分自身も当然認めていないんですよねでそれは次回からそれぐらいの金額もらってもいいと思いますよ相手の方がその内容を認めてくださってるわけですから というお話をしたら、まあ、その私のねクライアントさんで今見ている方が何て答えたかっていうと「いや私のようなものにねそんなふうに思っていただけてちょっと申し訳ない」みたいなことをおっしゃったんですよ。これ確かに謙遜と捉えればすごく美徳でいいことなんですけれども 相手の方が価値を認めてるわけですよね。で、その時に、いえいえいえ、とんでもないです。もう、私、そんな、あの、レベルのね、ものではないので、みたいな、そんな話したらですね、まあ、オファーを出した方も、なんか残念な気持ちになるし、なんか次回からどうしようかなとかってね、思ってしまうんですよ。もう、ここの時に正しい答えっていうのは、 あのもう本当にあ本当あそういうふうに感じていただけて嬉しいですありがとうございますって言ってその金額をスッと受け取る感じがいいですよだから私のようなものにとかっていう言葉で謙遜確かに減り下ってる謙遜の言葉なんですけれども特にその価値を認めている方に関してそれを言うとこちらがね 見てあげた価値が間違ってるみたいになっちゃうからすごくなんかねであればもう本当に素直に「えそうそういうふうに思っていただけるんですか嬉しいですありがとうございますまた次も頑張ります」とか言う方が気持ちいいですよね、うん、お互いにです。あの変にに私なんてってっいう言葉の,言葉の先にはですね 要は無価値価値がないみたいなあんまりよくないとか否定形が続いちゃうんですよね私なんてって言葉を使ってしまったらその先っていうのがなので減り下り方もまあ難しいのかもしれないんですけれどもビジネス上ではですねやっぱり自信があってお客様に 120%の気持ちで接するっていうことでの言葉遣いの方がいいいいですよね。うん、と思います。あのー、ね私のようなものに「ありがとうございます」いや「ありがとうございます」でいいんですよ。<laughs> はい、<laughs> あの相手の方がね価値を認めてくださってる場合には。だから 今までそういう例えば金額とかねサービスをつけてきたことがない方って割とそういうこう減り下り謙遜みたいな感じの言葉を使いがちなんですけれどもそれを使うと自分自身のマインドもその程度の人間っていうことを自分で定義づけることになってしまうので。 相手のの方が認めててくださってるのにですよでこれ認めてなかったとしても私なんかがそんなことできないとかって私なんてっていう言葉を使ったら絶対その先って否定形しかないんですよね。うんなだからちょっとね謙遜っていうのとうん少し違うような気がします。はい、謙遜っていうのはあくまでも 本当に下り下るっていう形になるので、あの私もうそうだな。今はそんなに使わなくなったんですけれども。う,うっかりするとね。やっぱ使えそうになるんですよ。例えばあの自分よりこう目上の人ないしはすごく力のある方が。 じゃあ高橋さん一緒に、ね、ライブセミナー組もうよって言われた時にいや私のようなものはそんな実力はないんですけれども精一杯頑張らせていただきますとかって仮に言ったとするじゃないですかだとしたらその私のようなものになんて言葉は一切いらなくて声をかけてもらったっていうだけですでに認められている状態なわけなのでありがとうございます全力で頑張りますっていうだけでいい,いいんですよね あと,、えー、と、そうだな例えば、まあ、いろんな要望があるようなケースのサービスの場合とかあるじゃないですか。でその時にあの私のできる範囲で精一杯頑張りますとかっていう言葉も使う方いらっしゃるんですけれどもあのど,どのみち言わなくても精一杯できる範囲でしかできないんですよ。 分かってないこととかやることを知らないことってできないじゃないですかだからできる範囲でしかできないっていうことは頼んだ相手は分かってますなのでそれを枕言葉に言う必要はないっていうことなんですよねで精一杯で,できるように頑張ってますっていうのは態度見れば分かるのでなのでそれ以上のことを仮に言われた時には でできることはもちろん対応した方がいいですだけれども今すぐにできないないしは何かを調べ物をしたりとか誰か違う人の力を借りたらできるようなケースがある場合には、えー、といた,だいたお話は今の私だと即答でできるっていうのはお答えしかねますが、うん、その手伝ってくれる人が目星があるのでその方に聞いてみて改めてお返事させてください。 ないしは今すぐ即答で言うには答えることはできないんだけれどもちょっと調べさせていただいて改めて答えを言わせていただいていいですかというような形でですね実際に物とが起こってから、うん、対応すればいいと思っているんですよ。でこのののの気質の方方っっていうのはさっきの謙遜する方と この私のできる範囲でっていうことで範囲を守ろうとする方って自分が誰かに何かを突っ込まれたりとか不利な立場で何かを言われるのを極端に恐れていて先にバリアを張るんですねつまり失敗しないです私というバリアを張ってしまうがために余計にちっちちっっゃゃくまとまとうんですよこれちっちゃくまとまるとビジネス上はどうなるのかっていうと。 縮小か低迷なんですよ自分が頭で思いつかないようなこととかを人に言われた時にチャレンジしようっていうふうにパッと手を掴んで手で掴んだ瞬間に世界ってチャレンジっていう方向にこう大きく膨張し広がる感じになるので自分から謙遜をして私のようなものがとか、えーね、そ,そんな。 こ,ことは私の実力ではちょっとっていうことを言うてみたりとかあとできる範囲でできますっていうのってある意味逃げなんですよねすごく言われないようにするために楽な逃げ方の答え方になるのであの先ほど言ったようにですねでででききなないいことはできないの分かるんですよだからあのできることしかどうせ答えてくれないって。 とさらいっていいうことなんですいつでももう仕事とか頼まれごとは頼られごとですからできると思われて頼られてるわけですね。であればもう全力でやればいいだけの話なんでそのできるかできないかは本当にやってみないとわからないこととかがあると思うんです。だからその時には初めて 今の私ではできないけれどもできそうな人を連れてきますとか言うとかねまあそんなこととかそれでも調べてもどうしてもダメだったらごめんなさいって言えばいいだけの話なので言われる前から予防線を張る必要がないんですよね。この謙遜の言葉を割と言う使うっていうのは傾向としてですよ私が 何人も方とお話をしてきてその言葉を使う方の傾向として分かっているのがと人に嫌われたくないっていうふうに思う方が、人によく思われたい失敗って恥ずかしいこととか思うようなタイプの方が多いように感じてますで、失敗が恥ずかしいっていうふうになぜ思っちゃうのかっていうと 失失敗を失敗をとと考えるかから恥ずかしいいになっちゃうんだと思います私は失敗っていうことが、えー、失敗として捉えないので、うん、うまくいかないことが分かっただけっていうだけなのでうまくいかないことが分かったってことはどこかにうまくいく方法があるのでそちらに道を切り替えて やればいいだけなので、それを恥ずかしいって別に思わないんですよね。うん、恥ずかしいって考えるのは自分なんですよ。でまあ、確かに。もしかしたらこんな失敗しちゃったとかっていうのを、私が外向きに公に言ったら。あ、高橋さんって恥ずかしいとかっていう。誰かは思うかもしれないですけど、えー、っとそれが思ったからってどうどうなんですか？ という感じですだってその方がどう思うと勝手じゃないですか私が別にどうってことを思ってないわけですからねただあのすごい何て言うのかなボケボ,ボケな話とか、えー、うっかり話とかはむしろみんなに言うと喜ばれますけどね <laughs> 高橋さんもそういう風にするんだみたいなタコさんもそういうことをしちゃうんだみたいな感じであの完璧すぎて隙がない人すぎると人って寄ってこれなく なっちゃいますから、あの謙遜も過ぎると、うーん、なんかいつでも自信がない人に見えちゃうから、仕事とか何かをお願いするようっていう気にならないんですよね。だからあのー、いいんですよ。自分ができる範囲でやればいいだけのことはいちいちできる範囲でやりますって言わなくていいいいいいんですよ。 なので言葉の使い方ってすごく大事でビジネスが割と初期の段階とか特にそうなんですがうまくいかない方って私がセッションするとすぐわかるんですけれどもうまくいかない言葉をよく使ってます連発って言ってもいいぐらいだからその都度直すんですけどねそういう言葉遣いをしていると「運を逃すよ」とか「いい人が寄ってこないよ」とか「うん」 あるんですよやっぱりそのえー、いい人が寄ってこないレベルで住んでればいいんですけれども変な人が寄ってきちゃったりするんですよねその言葉遣いによっては騙そうとする人とかあとは性格があんまり良くない人とかが寄ってきちゃったりするので使う言葉っていうのはビジネスにおいても人生においてもすごく大事でその時に謙遜しすぎるのは くないつまり自信のなさの裏返しにしか見えなくなっちゃうのでマナー上ももちろん謙遜することが必要な時っていうのはあると思いますだけれどもビジネスでは、えー、しょっちゅうそういったへりくだる言葉ばっかり使っていると姿勢がどちらかというと卑屈に見えてしまうのであまり得はしないなと思います。それよりも、まあ、ガッツがあって 明るくやらせてくださいありがとうございます嬉しいですとかいうありがとうとか嬉しいとか感謝の言葉をいっぱい言ってる人のところにやっぱり仕事行くかなお客様行くかなっていうふうに思うので私のようなものがとかへりくだった瞬間にその運が、ね、逃げるなっていうふうに思うのでこれはじ実感として感じていることなので皆さんには是非、えー、言ってしまう癖がある方は 自分の口癖とかをちょっと意識していただけるといいかなというふうに思います。はいでは以上まとめていきます。一見きれいに見にえる謙遜はビジネス定名への落とし穴、えー、謙遜とへり下りは時と場合によるんですがビジネス上では自信を持って対応し感謝の言葉とありがとうを伝える方がよほどうまくいきます。 という言葉の使い方についてお伝えしました以上ですそれでは